はい、どうもけんちゃんです。今日はですねノースショアに来ております。これからガーリックシュリンプを食べたいと思います。これバターガーリックシュリンプってやつですね。こちらになりますね。はい、ではただガーリックバターシュリンプを食べてみたの動画でございます。では失礼します。早速ねバターガーリックちゃんをいただきたいと思いますね。うん、約1年以上ぶりのバターガーリックシュリンプはいろんな意味で染みますね。うん、ハワイにいる頃ねよく食べに来たんですよ。ね、これね殻ごと食べちゃうんですよ。尻尾もねそのままもうねそのまま食べちゃう。うん、今日のは殻が柔らかいからもう普通に殻ごと食べれちゃう。ではご飯もねいただきますよ。ご飯がちょっとゆるい。うん、やっぱいいね。まあ、味的にはバターとガーリックとシュリンプをねこう炒めた感じなんですけど、まあ、しっかりとですね味のこのね元になるものがちゃんと 入ってるんで。しっかり味付けはされてて美味しいですね。ね、これダイエットペプシね。メイドインハワイね、メイドインハワイのダイエットペプシです。ね、だからなんだっつうね感じなんですけど。食べない方がいいかもしれないですね。ちょっととんがってるところが今口の中に刺さりそうになって痛かったです。もうハワイはね、こう楽しそうにしてるじゃないですか皆さんね。ね、家族で来られてる方、あとはご夫婦とかね、まあ、恋人同士の方もいますし、あとはまあお友達同士とかでねこう来てる方もねいるんですけど、まあ、なんか観光地ならではのこのね人のいいオーラというかいい雰囲気っていうかね、いい 気が流れてるんですね。そういう中に自分もいて自分もこう癒されねこう楽しんでね食事をしたりこうなんかアクティビティ楽しんだりっていうね、まあ、そういうのをやはり定期的というかねやっぱした方がいいですよね。うん、殻は食べちゃいますけど尻尾はねちょっと取ろうかな。うん、うまい。やっぱいいわこれ。毎日食べると体がね栄養満点すぎてちょっと問題があるかもしれないですよ。
なんとも言えないよ、これね。子供たちがはしゃいでおります。いいよね。3歳とかよ、4歳とか5歳とかでね、ハワイ連れてきてもらえて、ね、これね、エビがこれまだこんなにあるんですよ。まだこんなにね残っててね、こんなにエビ入ってて、ね、自分だけこう楽しめるっていうかね。やっぱ日本でほらエビとかね高いイメージでしょ。わかんないけど、ほらエビチリとか行ってもエビチリとか食べる時も中華でなんかほら数をね計算して1人、3個までとかね、なんかそんなことになっちゃう、なっちゃいがちじゃないですかね。でもここのガーリックシュリンプはね、まあ1人、まあ、当たり前ですね、ちゃんと1皿ついてきて自分のね、そういうこと考えずに食べられるっていうのが、前あのおふくろをね連れてきた時にね、おふくろたちね、おふくろを連れてきた時になんかそんなこと言ってて、ね、なるほどなみたいな、そんなことをねちょっと思っちゃいましたね。ここね、ガーリックシュリンプ屋さんはね結構有名なところで、観光のね、そのノースショアのツアーの中にも組み込まれてるようなねとこで、結構有名なところなんですよね。ぜひね、ハワイに来られた方はね、ノースショアのこのマッキーズのガーリックシュリンプを一度食べされてみてはいかがでしょうか。うまいうまい。時刻は、ね、12時40分ぐらいですね。お昼時なんかね、お客さんも結構増えてきましたよ。まあ、いつも思うんですけど、このエビってやつはなんか外骨格じゃないですか。骨格がね、骨がなくて外の骨格がこう、体を動かすこの、軸になっているというか、まあ、骨格ですよね。まあ、外骨格の、動物って昆虫じゃないですか。カブトムシだとかテントウムシだとかね。まあ、エビとかカニもそうですけどね、外骨格でしょ。外に硬い甲羅で覆われてて、中にこう筋肉が入ってる。エビとかカニってもしかしたら昆虫の仲間じゃねえかなってね、そんな感じがしますよね。カブとかニとかってなんか昆虫っぽいじゃないですか。ならないこと言ってんだって感じですよね。これね、ガーリックの染み込んだご飯がね、またこれたまんないわけなんですよ。
味になる素がね、たくさん入ってますから、うん、完食ですね、もう。最後のエビちゃんいただきます。食えるっていうのは幸せだな、本当に。うん、デザートのパイナップルちゃんを食べて、終わりたいと思います。ではありがとうございました。ガーリックシュリンプの美味しいお店、マッキーズ、皆さんもぜひいらしてみてくださいね。ではまた。